園駅は、新潟県つばめし市ばめにある、東日本旅客鉄道や彦線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、個線橋で連絡している。基本的に、両方向の列車とも、駅舎側の1番線から発着し、列車交換を行う場合に2番線も使用する。JR 新潟ビジネスが受託する、園三条駅管理の業務委託駅。 改札検証の緑の窓口があり、営業時間は7時20分から14時20分。また、自動券売機、簡易水カ改札機のほか、待合所、トイレなどがある。駅舎の隣には、交番や2階建ての駐輪場がある。かつては、駅蕎麦店や売店があったが、現在は撤退した。また、1993年までは、新潟交通電車線も接続していた。 新潟交通のつばめ駅は改札を出て左手、現在交番が設置されている付近にあった。電車線のホームは現在は相対式となっている2番線の反対側にあった3番線。古線橋は八ヒコ線と共用していた。また、港内北側には留置線も設置されていた。現在はいずれの設備も撤去されている。跡地は区画整理され住宅街になった。 JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は914人である。近年の推移は以下の通りである。中野口川の河川周運で発達した古くからの市街地3.8のつく日には定期市が開かれる。2013年までは全二式アーケードがかかっていた。周辺は燕市の中心街、商店と住宅が混在している。 駅前風景周辺のバス路線図。高速バス路線図、吉田、分水方面路線図も参照をあたり駅前を発着し、新潟交通電車線の代替を担う新潟交通観光バスの路線バス駅前ロータリー内に、新潟交通観光バスと越後交通、つばめし循環バス、スワロー号、つばめし、コミュニティバスのバス停があり、以下の路線が運行されている。 まっすぐ伸びる道路とその左の住宅地が急行内。ありがとうございます。